はいどうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はレベル上げですね。以前の動画で、ピラミッドでレベルを上げる方法をやったんですけども、あそこは確かに美味しい。美味しいんですけども、ムービーが2回入ってくるので、とてもめんどくさいんですよ。確かに、スキップはできる。でも、スキップしたとしても、ちょっと時間がかかるんですよね。で、他のね、ダウンロードコンテンツで出てきたフィールドとか、いろいろと回ってみたんだけども、結局のところ、ここに戻ってきました。ゴブル砂漠西のスカラベキングを倒す場所ですね。ここがね、間違いなく最高率だと思います。他のとこもいろいろやったけども、やっぱりね、こいつをね、乱獲した方が、一番、経験値が美味しいと思います。まあ、ダウンロードコンテンツで、新しく出てきた、ピラミッドの周りかな?ピラミッドの周りにもスカラベキングいるんですよ。いるんだけども、魔王の影とごっちゃになって出てきたりするので、やっぱりここでね、3匹ずつ倒した方が、経験値的には美味しいですね。ムービーも入らないので、ほんとムービーが入るっていうのが、一番ダメなんですよ。あれがね、なかったら、ピラミッドが美味しいんだけども、断然こっちの方が、レベル上がるのは、早いですね。で、ダウンロードコンテンツが来て、ブーメランがさらに強化されましたよね。今、遊び人を上げてるんですけども、ブーメランが装備できる職業、遊び人と賢者とレンジャーが、は、レベルがとても上げやすい。本当にね、強化されたよね。もともと強かったんですけども、シャインスコール。これが、攻撃力が上がったことによって、ダメージが増えました。さらに使いやすくなったんだよね。で、必殺技が、フローズンバードしかなかったんですけども、2つ追加されました。デュアルブレイカーとギガスロー。どっちとも超火力が出るので、とても使いやすいね。なので、ブーメランを装備できる職業は、ぜひブーメランを装備して、レベル上げに参加してみてください。とても役に立ちます。はい、ということで今日は、レベル上げ、結局のところを、ゴブル砂漠西に戻るっていうのをやりました。いろんなとこやったけど、やっぱりね、ここが一番、そんな強くないから、オート戦闘でサクサク倒していけるし、そのオートの時に、まあ、なんかアニメとかね、見ながらやれるっていうのが一番いいですよね。疲れない。で、今、俺のレベルなんですけども、こんな感じです。旅芸人とバトルマスター、魔法戦士、レンジャー、踊り子は、99。で、他が、まあ、80手前っていうところですね。全員を上げるにはまだまだ時間がかかりそうなんですけども、はい。頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。